ゆらりぶらりペロリ、どうもゆらり旅チャンネルのカズヤです。デナーリスターガリエンです。はい、今回ですね、みなとみらいかの続きになりまして、これがザ・横浜というような景色をですね、皆さんにお届けできるかと思います。では早速行ってみよん。ドラカーリス。これからハンマーヘッドに向かっております。カップヌードルミュージアム。なんか歩いてたらたどり着きました。お、こうやってみんな自分のなんか作れるみたいですね。海は相変わらず汚い。お、これが横浜ハンマーヘッドです。ハンマーヘッド。最近できた総合施設ですね。夜景を見ながらカフェは良さそうですね。気持ちいい、今の時期最高でーす。インターコンチと海、新港ふ頭客船ターミナル。新港ふ頭じゃないんですね。新港ふ頭客船ターミナルやってまいりましたよ。中を見てみましょう。あ、すごいついてる。あとラーメンフードホールって言って、なんかラーメンだっけ、なんかいろいろ他にはないお店が入ってるみたいですよ。2階はこんな感じですね。岬の話、結構広い。有明ハーバースタジオ、やっぱ出来たてのハーバーが食べれる。オリジナルのハーバーができるよとなっております。写真を撮影、あ、ここはカメラがここだよってなってる。OK を押すと、あ、なるほど。これで写真を撮る。あ、メッセージを選ぶ。今のを撮ると、このような自分の写真入りのが作れるということですね。こんな感じか。こんな感じで出来上がります。あ、じゅん散歩。おー。ブランチ。ハンマーヘッドからこう出てきた感じですね、今。向こうには船とベイブリッジがよく見えます。下がこんな感じになってました。なんかモニュメントがありますね。写真スポット。昔はあの、ベイブリッジの手前側、こっち側、自分がいる側が横浜の一番の港だったんですけども、あのベイブリッジが通ってからは、そのベイブリッジの向こう側ですね、が今メインの港として使われているようです。もういいね。こっちはハンマーヘッドとコスモワールドの観覧車と夕日が見えます。よく見たら海上保安庁の船でしたね、あれは。横には海上保安庁の基地があります。テラス沿いで一周できるんですかね。なんかできそうな感じがしますね。お、あっちから来る人がいるってことはできそうだな。ちょっと行ってみましょう。中を通らずにこっち側から行ってみよう。行けそうだぞ。みんな景色をね、こういうカフェから見て、その目の前を邪魔して通ってやろうということではないですけども、勝手にそうなっております。おお、やっぱ行けるんだ。こちら側こうなっております。ただ、あ、でも一周できそうだな。あ、こっちからはあの海上保安庁の基地がよく見えますね。こっちは全然人がいなくていいですね。このから。まあ、確かにこっからの景色じゃね。海上保安庁のファンはいいかもしれないけど。ちょっと景色的にあまり良くないですな。あ、こっからあっちは行けないんだ。こっからは勝手に下に行くルート。バスタクシー。バスタクシー乗り場ですね。あ、こっからもまた行けると。あ、ロッカーもちゃんとあります。2時間100円、ちっちゃいのが100円で大きいのが200円、下がもっと大きいのが2時間300円となっております。さっきは回り込めなかったところ。ああ、そうですね、さっき渡るとこっち側から出られたと。
やっぱこっちはただの駐車場って感じですね。で、こっちがまたさっきの反対側を回れるコースですね。コンチネンタルホテル、よく見えます。こっちのテラスでくつろぐには良さそうなカフェですね。じゃあまた前の景色を邪魔してやりましょう。ただまだ夜景じゃないのでね、ハンバーグのいい匂いがしてきましたよ。だいぶね、みんな今景色の邪魔をしてるわけでございます。皆さんから変態の脚光を浴びてますよ今。夜景を見ながらこのカフェは良さそうですね。お、戻ってまいりましたよ。妻が遠くへ手を振っております。ただいまの時刻17時53分4月20日、17時53分の空の具合はこんな感じですね。まだ夜景にはちょっと早いといったところですね。ピーターラビットカフェ、日本ではここにしかないと言っておりますが本当なんでしょうかね。おー、ピーターラビット横浜、生キャラメルソフトを買いました。パリッと生キャラメルシュー、うまそう。あ、すいません、どうもありがとうございます。来ました、生キャラメルソフト、うまそう。確かに濃厚でうまい生キャラメル。外で景色を見ながら食べたいと思います。時刻6時20分。すらと明かりがつき始めましたが、まだ夜景には時間がかかりそうです。さすがに、ロンT1枚だと肌寒くなってまいりました。だいぶ夜景っぽくなってきましたかね。ただいまの時刻は6時40分。さっきよりはなかなか夜景らしくなってきましたよ。ハンマーヘッドもなかなか綺麗に映っております。これからですね、この夜景を見ながらホテルに向かいたいと思います。今ここはトイレなんですが、手洗いがですねなかなか最新のものとなっておりまして、ここは普通に水、まあ今お湯ですが出るところなんですが、ここがここが両サイドがハンドドライヤーで、とても便利な作りとなっております。素晴らしい。新港桟橋、なんかネットで調べたら新港桟橋って書いてあるのもあったけど、どっちなんだろう。インターコンチネンタルホテル、すごい。あ、じゃあ上はホテルなんだ。すごいじゃん。ホテルも入ってるんだね、すごいね。ペット専用水洗なんてもんがありますよ、ここに。すごい。かわいい。なんちゅうペットだ。こんなとこで水飲むのか。これを回すと、出る。すごいな。なにこれ。これは別に関係ない。ただ。ああ、縛っとくやつね。なるほどね。ここに犬を縛りつけて、ここの水を飲ませると。いうことになってます。あ、これまた。あ、また。これいいね。これか。ちょっと乗ってみて。あ、ちょっと乗ってみて。おお、怖い。動きそう、もう。読めない。全然違いすぎて怖い。く、あ、く、読めません。く、クイズ。バー。があります。しかもそこが炎で燃えてるかのような演出がされております。やっぱ夜は全然違うな。見え方がすごい綺麗。あの犬はもしやそこに縛りつけて水を飲むのか。ほら飲みたがってる。ここ分かってるんだ。だってあそこに泊まったらあの景色がもう、そうね、一望だよ。さすがだな。いつか泊まりたいな。ここいい、インターコンチ。ここ、あ、マリンウォークだ。マリンウォーク。
ここはマリンウォークでしたね。でもまた燃えてるかのような演出。なんかレンガっぽいよ、建物がね。ちょっとね。レンガ風。まあやっぱ合わせてるんだ。この向こう側が赤レンガだからね。これ美味しそう。あ、これ有名なパイのお店。へえ、パイ。あ、これ演出じゃなくて本当に火なんだ。あったかいもん。ここがパイで有名なお店だそうです。テイクアウトもやっております。いろんなメニューがありますね。ビーフミートパイが多分一番メイン。これとアップルパイか。ここに書いてあるように、ビーフミートパイとアップルパイを推しているみたいですね。なかなかここも観光地用に作り込んでますね。マリンウォークだっけ？マリンウォーク。マリンウォーク。なんかセレクトショップ。なんかこれナイキを逆にしたような。山か。下にパフ、下にパフォーマンスストアって何？なんだ、アウトドアかと思ったら。あ、でもアウトドアか。うん、アウトドアですね。何このおしゃれな空間は。すごいね。中華だよね。全く今までの動画とは違うテイストとなっていますね。おしゃれ。安いし、こっちのが1700円もしたの。ぼったくりだよな、あそこは。価格までアメリカになってましたね、ハードロックかけは。ただガーリックのいい匂いが。ここだ。ここ？やっぱ中華？ここもあるメニュー。シンガポールじゃん。シンガポールなんだ。本当だ、マーライオンがおります。あのマーライオンの口がアルコールになってればいいのにね。ここは何にもなってない。こっちは寿司だ。寿司屋。ほら、食べ放題。食べ放題、本当だ。女性3800円、男性4900円。ペットと一緒に店内で食事できる店だそうです。牛すけ。ちょうど犬の皮のとこにオープンって、これはいいんでしょうか。なんで牛？こういう犬があそこで水を飲むんだな。なんていう犬だ。僕はこういうとこに来る犬や人はあまり好きじゃないです。そういう人間にはならないように気をつけております。いけつかないとはこのことですよ。うん、ちょっと隠れてる。こんなとこにフォトスポットがありますよ。お、M&W マリンウォーク。写真撮ろう。マリン&ウォーク横浜と書いてあります。夜景かな。来ましたよ、赤レンガ。おお。やっぱこんぐらいの方が雰囲気があっていいね。怖い怖い。洋館といった感じ。中入ったらもうダメですね。こんなんだもん。まあ何回か赤レンガないは入ったことありますけども、まああんまりね、入ったところで。すごいね、さっきのじゃないマリンルージュ。おー、すごい輝いてる。あれ、ここにいるの？マリンルージュ号がパリピ号に変身してしまいました。あの船には乗りたくないな。ねえ、いいや。やだ、あんなパリピ号。パリピじゃん。撮影してると思ったらなんかお花があるみたいですね。おお、十分綺麗だったぞ。へえ、確かにこれは撮るわけだな。みんな撮影しております。へえ、入る人が。この蜷川さんの作品みたいじゃん。この本物バージョン。ほら。すごい匂いが。この匂いを伝えられないのがね、残念ですね。うん、かわいい。ガーデン2023。
にはベイブリッジも見えます。なかなかいい映えスポットですね。芝生の土管、赤レンガ内突入。ここはカフェじゃない。バーガー、すごいな。ガンピーチティー行きました。ガンピーチティー、うん、ちゃんとみかんの粒が入ってて美味しい。うん、これはいいですね。うまい。大桟橋が見えております。今からそこに向かってみようと思います。綺麗ですね。ザ・横浜の景色が広がっておりますよ。この夜景こそ横浜っていう感じですね。こちらはマリンタワーと大桟橋が輝いております。こちらが赤レンガ、まあ、こっちからだとインターコンチも見えます。ゾウの花パークに、うん、なぜか来れましたが、ここはさすがに昼間来ないと、この有名なゾウの花の今の姿は見れなそうですね。いいですね、こっからの赤レンガ。ただ動画だと遠く見える。ここがペリーさんが2回目に来航した場所ですね。ただ今は暗くて全然見えません。まあこれは明日昼間また来てみましょう。これは何なんだろう。ドミノみたいになってる。もうちょっとで大桟橋の入り口にたどり着きそうです。なかなかいいスポットを見つけました。動画だと肉眼よりやっぱ全然暗く映りますね。これはいいカメラだったらもっと明るく映るんでしょうか。自分のは古いですからね。オズモアクション1となっております。年末のボーナスで新調できたらしたいですが、スマホも変えたいのでね、余裕があったらということで。ちょっと遠くに青く輝いているのが横浜県庁だそうです。すごいこれ、おお、いいねこのアート。横浜大桟橋もっと見えるかい。来ましたよ、入り口じゃん。ようこそ大桟橋へと書いてあります。ここは24時間開放してるそうですよ。いい景色が広がっております。右側には川丸がライトアップされてます。20時で確か中のカフェは閉まるってなってましたね。今8時32分おー、ただーん、綺麗。やっぱ大桟橋も昼間来ないと毎日見れないじゃん、大桟橋の綺麗さが。この先のところでもう多分今若い人は知らないでしょうけど、海猿という映画のですね、海猿3かなのラストシーンで使われたロケ地となっております。海猿良かったのにな。大桟橋の一番端まで来ましたが、夜はやっぱり全然見えないですね。望遠鏡があります。ペイ使える。すごい。今時になってる、変わっている。楽天ペイとかいろいろ。なんかこう押してなんかやるんだね。すごい。昼間じゃないとちょっと見えないけど。ここは昼間来ないと見えませんね。カップルの憩い場となってますね。カップルだらけでございます。あとでも周りを走っている人もいますね。うん、夜景を見ながらランニングしている人もいます。まあでもここなら全然一人で来て座ってなんか食べたり飲んだりしてても全然良さそうだけどな。こういう景色を見ながらね、考え事するにはいいんじゃないですか。
1910年昭和43年港の歴史ガイド QR コードで見えるそうです、ね、昔の港。おお、大さん橋すごいな、こんなにいっぱい。あ、全然違うね、こんなになったんだ、ね、本当のただ港。おお、これが象の花。あ、これなの。そう、これが象の花に見えるから赤レンガすごい。赤レンガ倉庫、うん、元税関の建物が赤レンガ倉庫、今は商業施設となっていますね。この警察が水上警察となっておりましたね。さすが港の町横浜、水上警察なんてものがあります。ではこれからホテルに向かいます。山下公園まで歩いてきました。夜だから全然見えません。ここからホテルまで何分ぐらいだろうね。10分15分ぐらい。あれ何？ あっちあ、これこれ、なんか新しくできたの。ウィン…ん？なんて書いてる。読めない。ザ・なんとかハウス。二人してバカだから読めない。コインロッカー。もう綺麗。すんごい綺麗。あ、閉まった。今閉まった。おぉ、綺麗だな。今月オープンしたみたい。あ、そんな、あれなの？ワーフハウス。おしゃれ。おい、オープンしたてのお店。残念ながら読めない。ワーフハウス。なんだ。すごい広いね。ザ・ワーフハウス。オープンデッキもあった。ここで食べるのよかった。おい、ここで、とかおしゃれだね。まあね。こんなとこができたんだ。あ、そう、なんか足湯があるんだよ。あ、これじゃない足湯。ほんとだ。足湯っぽい感じになってる。あ、またいる。マリン。本日のホテルが、ホテルリブマックスするかな。約9分です。徒歩9分の地にホテルが、本屋の宿があります。山下公園を通ってホテルに向かいたいと思います。映ってるのかな？映ってなさそうだけど。また明日来ましょう、山下公園は。夜の中華街でございます。初めて来た夜の中華街、北京飯店、有名なお店。ここか、北京飯店。北京飯店も有名だよね。あれ有名じゃないっけ。そうか、そうか、そこで食べてみたい。まだ食ったことないな。サンマルクカフェ、ほとんど閉まってる様子ですね。はや、うらない感。これエッグタルト食いて。カセーロ、有名なお店、高級料理屋です。高級中華食いたい。どこかな。さすが中国語が飛び交っておりそうなお店がもう今流れたらご飯のお店より多いらしい。こっちは多少やっている店もあるみたいですね。何時までなんだろうな。占い屋がいっぱいありますね。北京ダックが吊るされている。これが恐竜とかだったら、これが人間がぶら下がってるっていう可能性もあるわけですね。ここだけ見たら中国に来たかのようでございます。あ、いた、あれ人気なの。おお、面白い人たちが。もう高そうだけど。どうぞ、いかがですか。9時23分ですが、やってるお店もちらほら、やってない店もちらほら。おお、あれか。ファンチンロー。ここも高級中華料理店ですね。すごい、マンチンロー。おう、ここも食べたいね。中華街終わりです。今日の宿はここのホテルリブマックスでございます。ようやく到着いたしました。また中華街のすぐそばですね。むしろここもまだ中華街なんじゃないかっていう感じが。今夜の宿はここでございます。ホテルリブマックス。
はい、ではホテルに着いたところでもう25分ということで、皆さんの大変貴重な時間をいつまでも無駄にすることはできませんので、このあたりで終わりにしたいと思います。では皆さん最後までご視聴誠にスーパーありがとうございました。心の優しい方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。またね、僕ミッキーだよ。